DB パナール HBRDB は1938年から1962年まで活動していたフランスの自動車メーカーである。エコールポリテクニック出身の秀才シャルル・ドゥーチェとシャンピニー・シュル・マルヌでシトロエンの代理店、ガレージを経営していたアルネ・ボネによって設立された。二人はシトロエン 11CV レジェをベースとした。 レーシングカーを作り始め、FF のパワートレーンや足回りこそ使っていたが、ベースと似ても似つかない、オープン2座のスペシャルを1938年に完成させた。重視されたのは空気抵抗低減で、特に全面投影面積を減らすことに重点が置かれた。2リッターエンジンは、ベースの 45HP から 60HP にパワーアップされていた。 この年のパリ12時間レースでデビューし、最高速度時速 160km、時速 155km 以上で1時間走り続けるという 2000cc クラスの記録を樹立したが、1939年には第二次世界大戦劇下により計画は中断した。戦争が終結すると混乱のさなか早くも1947年シトロエンリッターエンジンを、 80HP にチューニングして使用した F2 マシンと、レーシングスポーツを作り上げた。トランスミッションは、シトロエン用を 4MT に改造して使った。このトランスミッションは後に、ジョン・クーパーが初めて F2 マシンを作った時に、流用され、1959年まで、クーパー F1 用として使われた。1949年にはシトロエン 7CV 用を、 ベースとした1.5リッターマシンで戦後初のルマン24時間レースに出場した。ロングストロークのシトロエンエンジンは本来レース用のベースとしてあまり適したものではなく、またシトロエンはレースにも冷淡でパーツ供給の面でも困難が予想されたため、 1946年に 610cc と小さいながらもトーションバーバルブスプリングによるオフと高度な設計のエンジンを積むパナールディナ X が発売されると1948年そのエンジンを 500cc に縮小した F3 マシンを3台作った。しかし当時はジャップやノートンのエンジンをミッドシップで使用したクーパー500が無敵の存在であったため活躍は できなかった。1952年に 850cc のディナ1 3 0が出るとこれをベースにして、モノミーユと呼ばれるフォーミュラリブレを作り、ワンメイクレースを開催した。1954年に F1 の規定が 2500cc または 750cc スーパーチャージャー付きになると、モノミーユを 750cc に縮小し、ルーツタイプのスーパーチャージャーを 装着、1955年、ポーのノンチャンピオンレースに2台を出場させたが、これもエンジン出力が足りず成功しなかった。この時期には、ルノーエンジンを使った RR のマシンや、2個のエンジンを前後に使用した4輪駆動車なども作っていたが、いずれも失敗に終わった。以上、丹座のマシンではうまくいかなかったが、ルマンを中心とする。 スポーツカーレースでは本領を発揮した。1950年以降ベースをパナールディナ用 610cc に切り替え、1951年には 745cc と 851cc、1960年には 702cc と各種の排気量で出場した。特に多用したのは 745cc である。ボディはアルミニウム製パネルで、形状は 全面投影面積の他に、速度差のある大排気量者の下流の影響の低減が考えられ、実践による経験のみで当時の最先端を行っていた。ルネ・ボネは1949年のルマン24時間レースに、シャルル・ドゥーチェと共出場するなど1955年のルマン24時間レースまでナンバーワンカーを自らの運転でルマン24時間レースに出場。 1952年のセブリング12時間レースやミル・レミリアでクラス優勝。1953年ベルジャン24時間レースで総合4位スポーツカーチャンピオンシップで9位を獲得した。1950年代初期にようやく実用車は普及し、スポーツカーの需要が生まれつつあった。1952年パリサロンにコーチを発表した。 DB レーシングスポーツをロードバージョンにしたようなモデルでパナールディナが FF のままニザクーペになっている。ボディはスチール製になっており空力もレース用ほど徹底していなかったがスポーツカーに飢えていたフランスの若者に絶大な人気を博した。エンジンは最初 610cc と 750cc が用意され後に 851cc。 48HP が主力モデルとなったが、その他8 5 1 c c 42HP、最高速度時速 155km の850、スタンダード、8 5 1 c c 58HP、最高速度時速 165km の850、GT ルクス、9 5 4 c c 72HP、72 最高速度時速 185km の GT1000 などがあった。1955年にはボディを低く改良するとともに繊維強化プラスチックを採用した。1960年にはカブリオレモデルルマンを作った。ここまで車両設計はルネボネ、会社経営はシャルルドゥーチェが受け持ってきた。このまま行けばアルピーヌのようにスポーツカーメーカーとして 確固たる地位が約束されていたが、シャルル・ドゥーチェはもともとエンジニアでもあり、この頃設計思想に関しても、興味を持ち始め、前輪駆動の自動車を製造するか、ミッドシップエンジンの自動車を製造するかで、ルネ・ボネと対立するようになった。結果、シャルル・ドゥーチェは1962年に会社を、サリセラ CD を設立、DB は解体して、オートモビルル・ルネ・ボネになった。ABC。 世界の自動車マイナス11シムカマートラアルピーヌ、その他 P、P40。ABCDE、世界の自動車マイナス11シムカマートラアルピーヌ、その他 P、P46。ABCDE、世界の自動車マイナス11シムカマートラアルピーヌ、その他、P41。ABC、世界の自動車マイナス11シムカマートラアルピーヌ、その他 P、P42。 abc, 世界の自動車マイナス -11 シムカマートラアルピーヌ、その他 ,p43 ab, 世界の自動車マイナス -11 シムカマートラアルピーヌ、その他 ,p45http コロンスラッシュスラッシュ www.mk-mame.co.jp スラッシュ l m 2オン d b スラッシュ l m 2オン d b 2 p h p ありがとうございます。